皆さんこんにちは、バックトゥーダンスです第6回目かな6回目そうですね、はい、間違ってたんですよ6回目です、前回の、はい、スタジオシュガールに引き続き、またしても、中津を飛び出して、今日は和歌山、はい、ここは道の駅ですね四季の里公園に来てます。前回か、ちらっとご紹介したんですけど、前々回かな、僕の仕事のちょっとまあイベントで、キャンプのイベントを先週からやってまして、そうね、12月の12日、13日、はい、で今日が19、20ですね、はい、週にわたってキャンプの、まあ、アウトドアのイベントをやってまして、そこにブラッククリムドゥが出店していただいたということで、ありがとうございます。ちょっとこれ取れたかな？見てんのかなこれ？ありがとうございますって言ってるけど、ありがとう。さすがにね、タメ口はちょっとね、失礼かなと思って、ね、で、まあ、昨日もね、キャンプとかいろいろ焚き火とか、ワイワイ楽しかったですね。すげー楽しかったね。ちょっとだいぶはしゃいで、ちょっともう僕らの、いや俺も久しぶりにちょっと酔っ払って店主がまさかの、いい感じに出来上がってしまいましたね。そうなんですよ、お恥ずかしい、なんかこう久々にねワイワイいろんなくだらない話を騒げて、まあいい夜やったなと思うんですが、いや最高やったね、はい、まだまだねいろんなちょっとお店のお客さんとかも参加してくれたんで、そう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 、ね、僕のお客さん神戸の方がわざわざ自転車奥さんと一緒に自転車2台積んで、ここにご来場いただいたりとかして、だから自転車を見せに来てくれたんですよね。サーリーね、そうそうそうめっちゃかっこよかったね。でなんか近くでなんか買い物されて、あそう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 、前に荒物屋さんがあるみたいで、なんかあの竹ぼうきとか、たらいとか、自転車ラックに積んで帰ってくるっていう、いめっちゃ良かったですねあれね、なんか、そうそう、でそのお客さんめちゃくちゃこの YouTube 見てくれてるんですよ。おマジっすか、はい、これちょっと恥ずかしい、急に恥ずかしいいやいや、そう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 、だからああっと思ってはると思うよね。あ、ほんますか、木村君を見た瞬間、じゃあ僕の初号機がもしあったらちょっともっとね会話が広がったかもしれないですね。なんだこれみたいな、夏だと思うんだけどね。そんな方もいたりとか、そうそうそう、他にもね、そうそうそう、久しぶりに再会したお客さん、ああそう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 、東京に行かれてたと思ったんだけど、なんか大阪帰ってこられてたみたいで、すごいね、そうそうそう、でもお子さんもいらっしゃったりとかして、そういう方がインスタグラムの告知を見て、来てくださったりとかして、ありがたいですね、本当に、ありがとうですね2回目だから、そうそう、だからこういうお店飛び出して、はい、イベントをして、はい、でそこにまたお客さんが来て、はい、またそれでなんか広がっていくというかね。そうやね、すげえなんかこういいよね、なんかそういう、まあ、2020年、はい、締めくくりが、はい、できそうですね、いい締めくくりができそうですねちょっとすみません、まだ昨日のあれが残ってるかもしれないです、疲れがね疲れね、疲れはね、喋りすぎてね、そうそうそう、ろれつ回ってないっていう、まあ、そうなんですよ、なんでせっかくなんでね、まあ僕らは十分ちょっと楽しんだんですけど、この四季の里公園フードハンターパーク、まあもちろん知らない方たくさんいると思う、そう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 、ちょっとその魅力をダイジェストでご紹介したいなと思ってます。で最後、ブラッククリムドゥーの出店ブースにちょっとね、最後、そうですね、それをゴールとして、そうですね、ちょっと会場ご案内を、そうですね、さっきの自転車もいっぱいかっこよく止まってるんで、それ触れつつ、じゃあ目がけていきましょうか、はい、レッツゴー、はい、とね、まずね、まあこんな感じでいいかな、喋ってる感じで、このまあビーワイルドみたいな、まあこれね、モニュメントとかあったりしてね、ここなんでモニュメント行きましょう、
なんか天気もやっと上がって雨も上がってね、いい感じですね。なんか絵がいいな、うん、気持ちいい、うん、なんかすごい建物とかめっちゃかっこいいよね。うん、そうなんですよ、結構ね、うん、若手の人たちの話ですね、内装とかも、うんうんうん、すごい風の構造物です。なんかね、今回ねライブ出てもらった全老師好きだったアーティスト造形作家やばいやばいやつですね。設置した？いや、まあ、設置したやろ。まあ僕やったら、うん、あのこれはあのグレイのあの歌にしましたね。恋に恋い焦がれ恋にとか言ってますけど、うん、そうここででも入ってないですもんね音。あ、まあこういう部分は入れてた。こういう部分は。はい。でもこういう確かに自然公園的なとこって、うん、なんか。最初減りました。ここは、大宮に皆さん、はい、伊豆の市場、お肉とかお野菜とかこの地元の採れたものを、まあ、売って和歌山の、ね、そう和歌山の地のもの、地のものを使った商品、はい、特にジビエをね昨日いろいろいただきましたね。ジビエ本物獣という獣をいただきました。鹿と、はい、鹿とあと鹿ですね。あと鹿でした。あとこれまたちょっと紹介したいですけど、あ、大きいこんなハンバーグ、まあ、そうですね、 iPad Pro ぐらいあるハンバーグを、男を何で平らげました。6人ぐらい食べたんですけどね。そうですね、うん、で6人じゃあ8人ぐらい、うん、でもついつい食べ過ぎてしまってね。そうそうそう、まあ、美味しかったですよね。そう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 、うん、これはなかなか、うん、あんなちっちゃいフライパンに思いっきり大きいのせてね。いやーそうやな、あの辺とか焼いたいとこも撮ったらよかったな。思いますね、テンション上がって、うん、あの写真しか撮ってへんので、うん、そうそんな感じで、うん、まあまあまた焼きましょうよあれ ね、うん、焼きましょうで、次はじゃあレストランですね、はい、うん、このトースト美味しいですね。石窯で焼いたパン、うん、ここがあるレストランです。ランチ日の食、そうですね、ランチ営業してて、でこのイベント期間中は夜9時までナイト営業して、お酒とかおつまみとか食べれます。はい、中はね、かなり雰囲気もあって、うん、昨日はライブね、ね、盛り上がりましたね。コンストラクタルがやってくれて、うん、本当になんか正直僕らぶち上がりましたからね。あんまりこう空間としてもいい空間ができたんじゃないですか。いやー本当に良かった。普段のお客さんね、こうああいうお客音楽を聴かないお客さんとかも、うん、結構ね聴いてもらえたんで、そうやね、そういう意味ではあのコンストラクタルにとっても、うん、なんか新しいね、そう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 、チャレンジやったんじゃないかなと僕勝手に思ってますけど、うん、はい、決してね、損のない、うん、ね、お客さんもコンストラクターもそうですね。だって僕の、仕事 その会社の人も、うんうん、めっちゃ良かった、あの個人的に紹介してほしい。へえ、良かった、ね、うん、そういうのやってて良かった、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。最後そっちに、はい、なのか、
で、最後ここがイベント会場です。フードハンターキャンプパーク、あるんですか、アウトドア、キャンプのイベントをやってます。これ山手前が簡易トイレあるんだ、当店のブースで、モービルさんとかだと、その見えますかね、自転車を置いてるので、縦長のテント、結構もっと来たくないですか、かっこいいな、その後ろ姿が結構見てる人多いですよ、自転車、本当に、はい、普段興味ない、普段では使わない、そうそう、だからそこが難しいと思うんですよね。もちろん備えあればキャンプやり始めた人も多いと思うんで、方がいいけど、やっぱキャンプと何か、普段じゃキャンプに行く時に使うことで、僕らは自転車、携帯トイレっていうパウチが、人によってはね、なんか例えばスラックラインやったりとか、ね、普段使ってるこれがちょうどボルダリング、ボルダリングと、まあ、その向こうがスラックラインで、まあ、最後ちょっと降りながら行きましょうか、うん、そのアウトドアライフスタイルのご提案をそうですね、ブラックリムズはしておりますので、しております、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます。ただキャンプ道具かと言われると山道具になってくる、だからキャンプ道具と山道具をうまいことミックスするっていうのは、いっぱいありますね、ありますよね、面白いですね、面白いですよ、奥が深すぎて、ねえ、はい、これはいっぱい来たいな、でも何でもそうです、カバンもそうだね、こっちですね、うん、それぞれ、これがスラックラインとボルダリングやってて、だから結構、ね、僕らのクルーも挑戦してきたみたいです、そう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 、あ、なんかデモンストレーションでもやってもらえますか、ね、せっかく、すみません、ちょっと、はい、撮影してるんですけど、ちょっといいですか、はい、ここが、ちょっと道の駅寄ったんでお土産買ってたんですけど、ありがとうございます、ロブロクとチーズケーキ、ありがとうございます、今日はどちらから、今日大阪から、あ、大阪から、何で、車で大体1時間半ぐらいで、あ、はい、なんで来たんですか、あの車で、あ、車で、2回目、あ、なんかのスラックラインデモンストレーションでちょっと一回時間を稼げるよ、ね、はい、なんかすごい体もなんか、ね、いい体されてるので得意かなと思いまして、じゃあちょっとチャレンジしてもらいますわ、すいません、これ挑戦してもいいですか、はい、じゃあ今からね、大阪から来られた人が挑戦されるので、ちょっと彼の勇姿を、おおい、まあちょっとね、もう一回ね、出だしが肝心ですからね、おおおおお、なんか内股、なんか内股、なんか、おお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 、ありがとうございます。全然僕ですよ。じゃあ今日はこれせっかくねクリアしていただいたんで。いやでもこれ自分で凍ったやつ。どうぞ持ってても仕方がないんで。はい、自分で凍ったやつこれ。で、はい、これも自分で凍ったやつ。もちろんね、まあ、いい形あるものを口当てていくので、使ってあげないとね、やっぱり調子が悪くなったりするので。じゃあうちのブースの方に。乗せれるようになって。はい、ここが一応ブラックリムズのブースで、あと、はい、こんな感じでやってます。で今日はこのね、うちの木村君も来てる、編集長が来てくれてる、チリンキャンピングチャリンコクラブ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。改めて、はい、説明しますけれども、ボルダリング、はい、そしてワークショップコーナーいろいろあります。お子様でも楽しんでいただけるコンテンツあります。あと、まあ、本当に我々も感染症対策をしっかりしておりますので、チリンキャンピープルス、はい、あ、この CCC の説明だけ、 CCC、 はい、これはそうですね、もともと僕の友人が、まあ、キャンプグッズ作ってるんですよね、まあ、うちのお店で、さっきお店のブース紹介したと思うんですけど、そこで使った重機を、キャンプでも、家でもということで、フィールドファニチャーを作ってる、チリンキャンピープスっていうブランドがあって、でそのブランドから派生した、自転車の、チームということで、チームユニフォームみたいな感じで作ったのがこれですね。ちょっとバックベーシック的な、だからまたあれですよね、今度その、うん、デザイナーという
か、うんうんうん、ね、プロデュースされた方たちもね、今日実はキャンプ来ていただいてるんですけど、まあ、またね、改めてそうだ、ね、チャンネル出てもらって、うん、また自転車の話とか、この CCCC の話とかね、そうだな、聞きたいですね、うん、めちゃくちゃかっこいい自転車ね。その時またシュガールでさ、なんかロケさせてもらうみたいな、そう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 、聞いてるんで、うん、そんな感じで、もう学さんにも了解いただいてて、はい、うん、じゃあその時また会いましょう。はい、ね、じゃあ本日は和歌山四季の里公園、はい、フードハンターキャンプパークからお届けしました。ありがとうございました。あ